ートを解説するぞー。おしゃー。ドレッシーかつクラシカルでありながら、ディテールにこだわったパンツを専門に扱う日本のブランドなんだけど、マリサは知っているかな？セレクトショップ巡りをしているとき、いいなーって思うパンツがこのブランドだったことがあったんだぜ。古着屋でもちょくちょく見かけるし、気になってたんだよな。今日は、こんなショーの流れで話していくね。ブランドの歴史や特徴、魅力などについて詳しく触れていくから、ニートの様々な魅力を知ってもらえたら嬉しいよ。それじゃあゆっくりしていってね。雨降ってるからラーメン食うんだぜ。ラーメン食うことを正当化しすぎだろ。ニートは、2015年にデザイナーの西野大志によって設立されたドメブラだ。このブランドはパンツ製作に専念しているという、ファッション業界では珍しいスタンスをとっているんだ。日本人の体型に合うサイズ感と履いた時の心地の良さを両立したものづくりをすることや、生地感がしっかりしたパンツを履けばスタイリングが引き締まる、といったことをコンセプトにしていて、少し濃すぎるぐらいの味付けを意識してデザインや生地を選び、クラシックなものからワークテイストのものまで幅広く取り扱っているんだ。パンツ専用のブランドなんだな。注目されているアイテムだけでなく、定番ものでも即完売することもあるほどだと聞いたことあるんだぜ。それだけ服好きたちをうならせるパンツってことだな。そうだね。ブランド名のニートは、きちんとしたという意味があり、身だしなみを小綺麗にしておしゃれすることを意識しているようだ。ニートとは全然違うから注意だ。ニートとかマルでは愛そのものだな。誇ることじゃないだろ。最初名前を見た時は完全にニートと見間違えて、この名前にするとか勇気あるなって思ったんだぜ。アイテムのクオリティが高いから違和感あったんだぜ。勘違いだったけど。デザイナーの西野氏は、中学生の頃から古着が好きで、月に1回はアメリカでバックパッカーをしながら、スーツケースいっぱいに服を買い込んで帰国したりしていたようだ。筋金入りの服好きなんだぜ。そういう情熱が、パンツ製作にも注ぎ込まれているんだな。彼の好むアメリカのパンツが、独自のシルエットや生地選びなどにも影響を与えているとも聞くんだぜ。西野氏は、もともと学校の先生を目指し、地元の淡路島で小学校教諭をやっていたそうだ。ただ、教師となると平日の格好は限られ、土日しか好きな服が着られず、毎日自分が好きな服を着たいという思いが強くなったそうだ。次第にファッション業界で仕事をしたいと考えるようになり、夜間のファッション専門学校に通い始めるんだ。学校の子供と接することを想定すると、それこそジャージなどの動きやすい格好ばっかりになっちゃうもんな。それにしても公務員やりながら専門学校に行くなんてガッツあるんだぜ。専門学校卒業後は、アメリカンクラシックスタイルを代表するブランド、ブルックスブラザーズの日本本社に契約社員として入社し、販売員として経験を積んだそうだ。その後、花形の PR 業も経験し、メガネブランドアヤメを経て、フリーで働いていたそうだ。その中で、自分で何かを立ち上げたいと思い、2015年にパンツブランドニートの設立に至ったんだ。ブルックスブラザーズではスーツばかりで、スニーカーやサンダルに合わないことから、シューズに合わせられる魅力的なパンツを自分用に作ったのが始まりだとも聞いたんだぜ。パンツ専用になったのもそこが要因の一つだそうだぜ。展示会などを行い、パンツの質の良さなどが口コミで全国に広がり、それに伴い卸し先も着々と増えていったってわけなんだな。そうだね。そこから直営店をオープンするんだけど、実は、最初に直営店をオープンしたのは日本ではなく韓国だったそうだ。その1年後に、東京の渋谷区に直営店をオープンしたんだ。確か先に韓国からニートの直営店をオープンしてほしいという話が来たんだよな。韓国でも人気になるほどの魅力と PR 力があるってことなんだぜ。ブランドが流行りすぎて一過性のものになることを警戒し、セレクトショップに卸す際も、各店舗ごとでの買い付け上限を設けているそうだ。自身が培ってきたノウハウをしっかり活用しているよね。現在では直営店含め30店舗以上で取り扱いがあり、上品でトラディショナルなパンツを中心に、唯一無二のパンツが服好きたちに愛されているってわけなんだぜ。ニートがどういうブランドなのかについては、大まかに分かったと思うよ。ここからは、より具体的な特徴や魅力について話していくね。ニートで取り扱っている方は、ワイド、テーパード、ベルトレスの3種が基本なんだ。デザイナーのアメリカンなパンツに対する情熱が込められたパンツがたくさんあるんだけど、ニートの特徴の一例を挙げるとしたら、このスラックスに深々と入ったインタックだね。これにより生地が立体的になり、正面からはゆったり、後面はスッキリとしたシルエットになるんだ。ここで豆知識。タックにはインタックとアウトタックがあるんだぜ。中心部分に向かってインタックは内側、アウトタックは外側にタックが折られているから、シルエットに変化が生まれるんだぜ。見た目だけでなく、履き心地にも変化が生まれるから、こういったディテールも気にすると、より一層コーディネートに幅が生まれると思うんだぜ。次に挙げられるのは、使用されている生地だ。イタリアの高品質で品のある生地に始まり、エジプトの高級綿、高密度で起毛感のあるコットンカルゼ生地など多岐にわたり、
シーズンごとで使用される生地がデザイナーの気分で変わるため、まさしく唯一無二のパンツが生み出されるんだ。中身はあまりに人気で、中古市場でも高値で流れているものもあるんだ。その時買ったパンツの生地感シルエットのものが、毎年販売されるわけではないんだな。ずっと気になっていたんだけど、値段帯はどうなっているんだ？値段は物によるけど、既製品は3万から4万円台、オーダーメイドパンツは、4万から8万円程度だ。気軽に手が出せるわけではないけど、それに見合った魅力があることを考えると、ぜひとも購入したくなる値段だね。ちょっと質問いいか？オーダーメイドでパンツの製作が可能なのか？普通のドメブラではあまり聞いたことないんだぜ。直営店であるニートハウスでは、展開している複数のシルエットから好みのものを選べ、国内外100種類以上ある生地からも好みで選べるため、自分で考えた最強のパンツが作れるってことさ。それすごくいいと思うんだぜ。値段は通常の倍かかるんだろうけど、ブランドのファンからしたら最高以外の言葉が出ないと思うんだぜ。大体1ヶ月程度で納品されるそうだから、その間はドキドキワクワクだろうね。思うままのサイジングができるのは間違いなく大きな魅力だね。そして最後の特徴として挙げるのは、裾が未処理であることだ。自分で裾をシングルかダブルの選択、丈感も調整が可能だから、自由にカスタマイズができるのは面白いね。素材感などによって選べるのはいいね。こだわりを持った人なら、ある程度定まっているだろうしな。ただ、初心者にはなかなか敷居が高い気もするんだぜ。そうだね。このブランドは、ある程度服やスタイルにこだわりのある人におすすめなブランドかもしれないね。今回はニートの歴史や特徴、魅力を紹介してきたわけだけど、実際に実物を見て、その良さを確かめてもらうのをおすすめするよ。いいパンツがあまりにもありすぎるからね。ニートのアイテムを取り扱っているゼレショ、ゼショップと手を組んで制作された、素材生地生産すべてにおいてニューヨークの工場で制作しているこだわりのニート USA や、イタリアの有名ファクトリーであるカルーゾとも手を組み、丁寧で繊細な縫製、カッティングによるハイクオリティなニートイタリー、デザイナーの古巣のブルックスブラザーズとのコラボアイテムなど、面白い企画のアイテムが過去に販売されているから、今後も見逃せないんだぜ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。